うん、もうちょいで。ちょっとじゃあそのお話を、うん、で、え、その どういう感じなんですか、その吉本の大阪の時代の。そう、あのね、今でこそさ、多分漫才してから知り合ったやと思うけど、はいはいはい、頼みな。あ、いいです、俺も頼む。あ、何が。メガで、メガのこれですか。うん、はい、はい、なんかはい、ありがとうございます。コントしかしてなかったんだよ。はいはいはい。あ、でもそうですよね、もうコントのイメージです、コント師。こっち来ても多分コント師だと思うんだけど、最初、はいはい、なんかね、その漫才劇場になったのよね、うんうん、大阪が、はい、なりましたね。今でこそ多分自由にできるんやけど、当時はその漫才ダメになっちゃって、で、そのやっぱコント師の居場所がなくなったというか、はい、まあやっぱそんな試行錯誤あるもんやからさ、まあ、当時はもう無理やったから、いやもうじゃあコントできないんやったらもう東京行くか、うん、ってなったんやけど、ハローが死ぬって、いや絶対行かん、じゃあやめるみたいな。すごい対立が。絶対行きたないです、うん、ちょっとここや大阪じゃコントできへんで、うん、いや、もうそんなん知らん、いや、東京の方が行きたらいい、うん、そっか、ちょっともうじゃあ考えなあかんのか、漫才に切り替えなあかんのか、いろいろ考えてて、はい、そんなその日の夜にさ、急に太郎からさ、メール、当時だから E メールだから、メール来て、うん、東京行くで、急に来て準備して、マジでと思って、もうすぐさまその日のうちに、女区長なんですか、その日のうちに東京行くで、あの、もう店長に、やめますバイト、え、その日のうちに、もうすぐ今月中にやめますって、もう1年間働いてたの、はい、肝子書店、肝すぎる古本屋、肝子書店肝子書店に働いてんけど、聞いたことない、そこでもうやめますっつって、はい、で、まあ、あんま店長ともそのよあんまいい関係性でもなかったから、その時は、はいはい、あいついつ売れんねんみたいなこと言われたから、はいはいはい、めっちゃ嫌やとか思いながら、嫌ですね、がもうやめて、はい、でもう東京来た。それは何年前ですか。それがだから7年前とか。何年前。2016年に来たからね。あ、ありがとうございます。はい、すいません、ありがとうございます。7年前と僕が東京に来たのと一緒ぐらいですよ。僕も就職で7年前に東京に来た。あ、それまで岡山。岡山にずっといて就職。あ、じゃあ一緒ぐらいなんですね。岡山もめちゃくちゃヤンキー多いよ。ヤンキーばっかりですよ。岡山もち。岡山行ったことあるけどさ、友達が、そう、大学時代友人が岡山やったけど。はい。なんか岡山駅の前ってめちゃくちゃスケーター多いよな。スケいやいや、マジでそうなんですね。みんなスケボー、スケボーばっかり、すごいよな。いや、ね、あの全国のなんかあれ学力ランクなんですか、あれ下から10位以内に毎年あってるんですよ。めちゃくちゃバカなんです。最高の街やん、ね、広島岡山はその金ない財政なんで。ありがとうございます。めっちゃ安いよな。だって800円も普通ですよ。そうやな。で、730円も最低で。で、みんな750円とかですね。800円だとまあいいか。今もっと上がってるよ、さすがに。でも1000円いってなさそうやな。はい、1000円は絶対行くんですよ。東京が言うの。俺もその、広島大学時代は、はい、あの、時給800円が激高っつって。いや、そう、時給800円働いたもん、ね、僕らの時代そうなんです。1時間働いてラーメン食うとかあるよ。はいですね。1時間働いてラーメン食って、スーパーに全部。カゲロウのような人生やな。カゲロウのような、本当にもう。いつ消えてもいい。え、じゃあそれで東京に、じゃあ、太郎さんがいいって言ったから、そう、来て。7年前に来て。そう。で、どういう活動っていうか、どういう動きをしたの。まあまあ、太郎がよくすぐ SMA 入ったって言うけど、はい。実はそうではなくて、はい、一回タイタン受けてんねん。あ、そうなんすね。ダンシングさんもでもいろいろやったって言ってましたね。ダンシングシーンをする。あ、そう。君たら K ダッシュ受けようとして。かったよ、じゃあ怪我したか。はい、来ました。この間、僕が遭難したら、大谷辞めたって言ったら、バカやねん。いや、そうやで。え、ほんまそうやで。もったいねえな。でもね、まあ、後々面白いエピソードになればいい。まあ、売れりゃ勝ちやから。売れりゃいい、うん、問題ない。好きなことやってればいいんだ。でも、エピソードになる。え、それでじゃ あ, え、あ、タイタン受けた。タイタンっぽいっすね。一回ちょっと過激だから、な、今だ。はい、ならコントで行って、はいはい、あのね、あんましやって、ほいで、あ、すごいね、その時と当時、今は分からんけど、作家さんが4人ぐらいおって、見てもらって、まあ、ダメ出しもらうみたいな感じで、なんか、
その僕らの後になんか野球のユニフォーム着た人たちがネタしてて、お前らもしつこいな、また来たかみたいな感じで、あ、そっか、これ多分一発で行かねえやつだよなと思って、長年受け行かなあかんなと思って、はいはい、いや、そんなに時間はないとか思って、でも多分むちゃくちゃ何歳でした？その時だから31とかにできたから、あ、31にできたんですか？はいはい、でもそのなんかその野球のユニフォーム着た人多分もっと先輩やと思って、はい、でもうあの すぐさまその所属してやりたい、フリーがようわからんが、今になったらフリーって結構フリーでいいなとかも、東京だったんですよ、そう、そんなん知らんかったから、でもすぐさまなんで足りたいんだろう、なんかでも多分あんまその自分らの中でこれっていうのはなくて、おそらくちょっと箔つけたいというか、うん、爆笑問題さんおるし、いや絶対ありますよ、まあ、俺多分そのレベルいったと思うね、だって今と違う、今フリーで売れるって今だから言えるけど昔なかったで、でもあれやね、それまあもうタイタンやめようかって、うん、よくなかったし、一発でいけばまあ運良かったでは感じだったけど、やっぱりね、僕も太郎もね、やっぱハリウッドザコシショウさんの動画をめちゃくちゃ見ててん、はい、アホみたいな、はいはいはい、で やったら最初からソニー言っとけって話やねんけど、うん、なんかちょっとだからそこはとかったのかもしらんね、でも今と昔のソニーのイメージ違いません？今だと20前後の人いっぱい入ってるけど、確かに昔のソニーってなんか30代以上の人が入ってたよね、でそこもあんま分からんけど、単純師匠がおもろいのめっちゃ知ってたから、うん、あのそれで受けようっつって受けて、で今のチーフマネージャー平井さん、うん、で、まあ、一発で受かって、うん、まあ、ここで言ってこないんだけど、まあ、打倒吉本みたいな、ね、思想で言われて、うん、いやそのつもりです僕らもっつって、うん、まあ、拾ってもらった感じやな、うん、今もほんまにだから、まあ、平井さんにはもう恩義しかないよね、へえ、その時の、その時他は受けなかったんですか？警察とか行ってない、ボタンとか、あ、そもそもがその30歳以上無理やねん、どこもで、今でこそですよね、ほんと30代で、うん、そう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 、取ってくれるかもみたいな、だから年齢制限なかったのは多分タイタンと SMA だけやってるから、確かに、なんかだってマセキとかって今でも言うて20代前半じゃん、いや、そうそうそう、そうっすよね、だから僕も太田の養成所行くときに言われました、うん、年齢さ最年長って言われました、やんな、あのもう このパターンないと思う、30代で取るというか、あのパターンは今までなかった、なんでやめいやだそんな宝石箱やぞでもやめた方が面白いです、確かに今後のこと考えたら、ほんまそういうところでやめるやつなんて江頭さんと多分精神一緒やでそのワンクールの伝説より1回の伝説をいやいやいや、でももうそういう人生だなって腹くくりました、やめるってなった時に、やめるって自分で決めたんですけど、うん、もうそういう生き方でしょ、もう人と逆行こう、あの自分がしたいことが人と逆だったから、絶対1、2年後にあのみんながいじってくれる、みんなが言ってるとこ行ってもしゃあないからな、そうなんですよ、いい子ちゃんになってもしょうがない、いいよ、そうなんですよ、ライバルがいないとこ行かないと、行かないと、チクトさんが笑ってくれたもんね、あ、もうチクトさんが笑ったね、あの人ほんまもんやからあの人正しい、小野さんも笑ったんだよマジで正しい、チクトさんと小野さんが笑ったから、あ、これやっぱよかった、本能に従ってやるやつに笑う人が2人いた、他の人は本当になんかえってなんか引いたんですよ、みんな引いてる、2人だけなんですよ、ほんとチクトさんと小野さんだけなんですよ、あの笑ったの、僕がそのいやだってあの発声練習でやりました面白いやん、しかもさ、聞いた場所もさ、阿佐ヶ谷商工会館だったお前ら振り出し戻ったなってめっちゃ笑ったもんお前ら全部捨てやがってっつってでもいいっすよね、それ今いや愛嬌愛嬌みたいないや面白い、あ、でそれでじゃあソニーに7年前ですか、7年前だった31ぐらい、ね、あ、じゃあ僕がソニー入ったのと同じ年ですね、僕も32とかで、俺その時でもゴールデン、いや俺ら来てから多分ちょっと経ってからとか、いやゴールデン街の女っていうのは住んでて、であ、なんか32歳で入ったの、ふざけたなんかアイコンやったよ最初多分、え、ツイッター、ツイッター、俺なんかね、はい、見て、ほんで 女性かなとか最初めっちゃ考えて、あ、めっちゃ言われますよ、そういろんな人に、なんかそのアイコンでもわからんから誰やねんと思ったら気づいたらソニー入ってて、うん、はい、ソニー入ったのちょっと遅かった、2年前です、だから僕教員やってたんで公務員で、そか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 、で辞めて3年前に辞めたんです、それから、まあ、一応プロなんで、それで入ったんです、
コロナ中に。いや、なんか名前からしたらさ、このゴールデン街って結構アングラやん。そうです。違いのさ、わけわからんさやつが来ると思ったけど、あのちゃんとおもろかった。いや、まあ、俺ホッとしたよ。クラッシャー隅田とかさ、わけわからんやつ。あんな来ると思って、もう来んなと思ってて、よかったと思って。ちゃんとやろうとしてるやつやと思って。ちゃんとやってはないですけど、ね。いやいや、ネタじゃないですけど。いやいや、でもあれはちゃんとしてる、ほんまに。あの、うん、ちゃんとって、そのあれやで、その。なんそのプロになろうとしてるって。ああ、まあまあまあ、そのお客さんに受けなくてもいいみたいなのはあんま思ってないんですけど。なんかそのさ、プロになろうともしてない人おるやん。まあまあまあ、何してんねんっていう、まあ、僕が言うのもあれやねんけど、うん、そういや、だからゴールデン街飲んだもう完全に刺激にはなった。へ、僕でもなんかちょっとロマンシングサガをずっと見させていただいて、うん、ありがとう。教員の時、うん、教員の時に毎月もともとでも僕金属さんとか虹さんと、うん、あとランジャタイさんが好きで始めたんですよ、うん、だからまあもともと金属さんを見たいっていうのを言ったんですよ。だからズンコイさんとネイワプラチックさんとか、あれヒゲ生えてたもんな。はいはいはい、そうそうそうです。ガラシス着てたもんな。そうそう、でだから憧れてたから柄にも合わない、うん、憧れて始めたんですよ、うん、で自分とは違う感じでやってて、それこそオンオフ、うん、でそれでなんかあれでしたね、ズンポイさん初めてそこで、うん、ロマンシングサガでネタ見させていただいて、めちゃくちゃ面白いみたいな、どういうことみたいな。俺もでも尖ってたよ、あの時は。そう、金属さんのお客さんやから、うん、あれ金属さんのお客さんもんね、ほぼ。あ、そうなんだ。からへー、あれ僕らがさ、ロマサガってあれで僕らがやったライブじゃないねんで、ポピー藤原さんやねん。あ、それ聞きました、ね、ドック石橋さんから来ました、あれポピーさんの。誰から聞いてんねん。本当は最初スーパーファイナルファンタジー4やって。あ、そうなんタイトル。ほいで、はい、あのポピーさんがその、はい、俺やろうと思ってるとライブを、はい、で、はい、このあの決めてくれタイトル、はい、って言われて、はい、スーパーファイナルファンタジー4で行きましょうっつって、はい、分かったっつって、で金属読んで、はい、ちょっとあのちょっと一発目やから気合い入れなあかんかったっつって、はい、で始まったやつで、で、まあ、後に、まあ、金属さんもダメで、じゃあ名前変えようかってなって、そっからこのまだ名前決めてくれと言って、うん、ハイパーロマンシングサガ3ですありがとうっつって、で、うん、そこで見に来てくれたんだ。そうですね。だからあの時はだから今よりもそのやっちゃいけないことばっかやってたよ。そのなんとか食らいつかなあかんから、はい、だって なんつうの、そのほぼ金属さんのファンや。じゃ僕それ知らなかったです。もうそれ気づいてなくて。みんな今1年目だったんで。あ、そっか。そう、お笑いファンになって1年目だ。だから言うたら全員知らん人たちをちょっとでも僕たちの、はい、あ、囲い込むやなるってなった場合、はい、もう普通のこと知りゃ絶対ダメやろ。そうですね。あの人らもまた金属さんも当時尖ってたからさ。いや、めちゃくちゃ全然あの M1 じゃなかった。賞レースじゃなかったから。いや、むちゃくちゃなこと言ってました。戦うんやったら、はい、もう自分らの発想と、はい、あとその自分のその狙う部分出さないと、はいはいはい、多分もう あ、そうなんですね。絶対受けない、はい、だからもう赤の方向に走って、はい、あれはでもめっちゃいい経験。え、あれ、え、どういうことですか。僕めちゃくちゃ仲良くていつも一緒にいる人たちだったんですよ。そんななんかしょってやってたんですか。あ、ちょっと聞きたいですか。いや、あれやで、まあ、いい経験。金属さんとはめちゃくちゃいい仲いい、仲いい、はい、ただそう、お客さんがその僕らの別お客さんじゃないから、だからホーム感はなかった。ホームはなかった。僕ホームなのかと、僕ズンポイさん主催なのかと思ったんですよ。あの時、そう、後で聞いたのかと、そのお客さんとして行ったんですか。ズンポイさん、そうです。ポピーさんおった。いや、いなかった。あの、もうなんかった。三浦さんでした。じゃあひょっとしたらその時はもうちょっと変わってた。はい、ポピーさんがそのもうやらん、もうやめはったから、はい、僕らが引き継ぐっていう形で、その時はひょっとして、あ、その時はもうちょっとついてたわ。あ、ですよね。よかったよかった。あ、じゃあ僕そんな頃からです。暗黒時代見てへんのか。暗黒時代って僕2018年からお笑い好きみたいな。そうか、最初スーパーファイナルファンタジー4の時とかもう見てられないことしてた。そうなんです。あの、絶対放送できないネタ、その終わった後とかね、小林さんとかに、小林さんとかに、いや、あ、なんかその下でセックスするみたいなネタとかしてて、いや、あの、下着で立たへんから
どういうつもりでやってるとかって。いや、しかも、でも僕の見たあの文献では、立つらしいんですよ、最後、とか言って。そう、ちょっと揉めたもん。なんあ、そう、そういうのもあるんや、とか言って。いやいやいや。受け入れすぎでしょ。あ、でもそ、あ、そうなんですね。そうそうそう。それ僕でもそうですね、僕は2017年に東京来て、2001年教員やって、もうその人生終わったなと思ってやって、でそれで虹さんとかいろいろ見て面白かったんで、2018からお笑いライブ見に行きやすい、それで出会ったやっぱ虹さんって見たらさ、死ぬほどパワーもらうよな。いやもう面白いです。あとランジャタイさんあれだから、あこのクラスってエグいな。いやもうなんか見てて自分もやりたいと思いました。だからあれ批判してるやつらって大したことないなと思うな。いやマジなんかあのなんか、いやライブで見た方がいいよ。いやそう、だからテレビで見るからそう思うんだよね。いやそんな、なんかそんなあんなちっちゃいところで見ても知らないから。そうそうそう、人としての魅力だから、こうなんていうの、押さえつけちゃうそうそうそう、やっぱこの解放された空間で見たら、はい、ちゃんと肉声、あのその声もちゃんとして生声で見ない。いや本物も見たらマジ失神するぞと思った。いやそうですよ、ね、初めて虹さん見た、初めて呼ばれたライブが、その東京で初めてでもないけど3回目ぐらいで呼ばれたライブがさ、はい、錦鯉さん虹さんとか、やばいっすね、スーパーサンスケさんとか、やばっ、めっちゃエグいところに急に呼ばれて、すごいっすね、阿佐ヶ谷で、はい、もう正面もらえそうになっておもろすぎてで、そこでもう一番バッターとかされてさ、トップバッターされて、コントやってて、もう そんなもうめちゃめちゃ30歳ぐらいですよね。だからそうだから、もう弱くてで、うん、その後のもう行くしかないっしょも意味わからんし、もう錦鯉さんのボンもうバカみたいなのが受けて、もうその後打ち上げは俺断ったからな帰らせてください帰らせてくださいっつったら、ほいじゃあまだ仲良くもなって、初対面の監督さんに、こう監督さんがドアにその手当てながらさ、何面白くない、帰っちゃうな、帰らせてくださいっつって、あのギャラももらわんと帰ったからな。あそうなんですね。で太郎もあれは無理やっつって、あええマジっすか、え最初そんな面食らったんですか。ここで一緒に飲んだあかんわっつって帰ったもん。え僕それめちゃくちゃいい。転生っていうライブに急に呼ばれて、あのクレオパトラの長谷川さんっていう方がいらっしゃるんだけど、はいはい、もうめちゃくちゃ恩人やねんけど、はい、その方に呼んでいて、もうえぐくってるんですよ。なんでそんなことすんねんっていうぐらい。えでもそんなちょっと引いちゃうぐらいだったんですか、ズンポエ、今のズンポエさんは。もうなんやねんこれと、なんでこんなとこに呼んでんねんっていう。えズンポエさんだったらなんでこんなとこに呼んでんねんって言われる側じゃないですか今。ネタ的にはでもそう、まあ、から変なこともしてるからな。だからそこでだからもううちはネタやってるけど、もうだからそう全部見て、うわなんやねんこれって思って、あそうなん、もう帰らない、どうしようもなかった。あじゃあ僕が今感じてる感じの感じたことあるんです、その U&C とかで、ね、なんか、うん、まあちょこちょこ一緒になることないですか、うん、虹さんとかも、うん、未だにやっぱもう、いやだからかまぼこさんって結構話しかけてくるんですか。で僕1年目の時に、うん、初めて3ヶ月の時に新藤さんに、うん、なんかあのかフリーライブやってて、それ出た時に僕虹さんとランジャタイさん好きで始めたんですよって言って、いやなんでなんか出る時になんか出させてくださいって言ったら、新藤さんが3ヶ月目ですよ、いいよ、で、チーノさんの喋る喋るトークライブみたいな、喋る喋る喋る、あれ、あれの、あれで、なんか虹さん、ランジャタイさん、リスペクト芸人としてシークレットで出してくれたんですよ、ゲスト3ヶ月目おーで、どうしたそれで、虹さんとかの前でネタやるみたいな、うん、なってやって、ほんでやってみたいな、ほんでもうなんか、で、かまぼこさんとかが、うん、ほんとなんかいやーが、で見た時に全然ウケてないんですよ、もうあーもうなんか安心したみたいな、1年目でウケてたら俺ら憧れてるとか言えないからよかった、面白くなくて全てなんぼやと、そう面白くなくてよかったみたいな、本当になんか変なことでした、ね、いやすごいな、よう言ったな、はい、でもそれでなんかまあ覚えてくださって、もう覚えてないと思ったんですよ、うん、たら強化試合とかでちょこちょこ一緒なんじゃん、別世でとか言わぬし、たらなんか覚えてくれて、絶対忘れへんねあの人、そうなんですよ、でなんか話しかけてくれて、うん、でもそれももう恥ずかしくて、うん、なんかもう5年越し6年越しだな、だからもういや分かる、いやでも小野さんにもそうなってるみたいな、いやだからもう話しかけたことないじゃないですか、
まあ、たまあ挨拶ぐらいは挨拶でおはようございますってだけで、まあ、こっちから喋る時とかはあるけどね。でもそれでもなんか、まあ、まあ数少ないけどな、はい、みたいな感じで、うん、もう僕めっちゃ本当に話したかったんですよ。ビーチ部漫才も月曜日だ、僕月曜日、うん、ひょっとしたら話しかけられるかもと思って一緒にしてたくらいでも意外と言ったら新ネタにひりついてるなんでこいつひりついてるあとだし、あれなんか全然俺ついてねえなんてなんかめちゃくちゃ無口じゃんえこっちから話しかけないと話しかけてくれない俺無口やぞで、なんか、うん、え、こっちから話しかけないとダメなのみたいな、なんかあのこっち好きって言ったけどな、一回平場でみたいな、ライブ行ってましたって言ったけどな、みたいな、なんか好意抱いてるって言ったけどな、みたいな、なんか全然絡んでくれないじゃん。順ぽいチーム3回ぐらいになったし、みたいな。いや、そうやね選んでるから、こっちがいや、テレアなんですよ、我々は。いや、そう、いやなんかね、うん、そういうのもありので、でもやっぱ話しかけるよね。いや、すごい経験してるな。でもめちゃくちゃ最高ですよ、二次さん。だって僕らも二次さんにその、まあ、特にかまぼこさんやけど、はい、やっぱ認められるまで時間かかったで。あ、そうなんですか。そんな感じだった。認めへん時やっぱつんけんというか、すりますよね。うん、思んねえなとか全然言います。そうそうそう、だあれいいっすよね、分かりやすいから。ある時そのなんか殻破ったらみたいな感じで、ってことですか。なんか面白いねって急にかまぼこさんに言われ、そっからかまぼこさん飲めるようになった。え、何がどうなってそんなの。なんか多分、やこれ結局言うと多分トシさんのおかげやねんな、モダンタイムスの。トシさんが「いけよお前、はい、何ビビってんだよこれ」みたいな、もう周りのお客さんの前とか言うから、はい、そこでギャグするやん、で滑るやん、はい、足りない足りないまだいけるとさっき言ってた、もうずっとさせられるいけるまでやない。それをそのもうずっとやっぱ見てて、はい、韓国さんとか、そしたら「いや面白い」と。でまあその打ち上げとかでも飲んだらさ、ちょっとまあ明るくなるからさ、同じボケとかめっちゃすんねんずっと、はい、そんなんとかやるとやっぱりだんだんかまぼこさんが「いや面白いな」みたいなって今だからほんまにちゃんと喋れるようになった。あ、そうだ、ね、ネタの話もできるようになった。いや、かまぼこさんネタの話してる場合じゃないね。かまぼこさんとネタ話してる。あの人、あの人考えてるぞ。いや、しっかり、いや、ただのアホじゃないから。いや、ね、なんか、うん、僕もその1、2年目の時に、それから半年、1年目の時になんかあの、それこそジャスっていうのをおじゃす様、うん、で、ゲストで出られて、ずーっと見てるのよ、かまぼこさん全芸人のあれ見とんねん、あの人 MC で、うん、で、なんか僕らがやった後になんか出た時に、いや、なんとかだってねとか言って、いや、めっちゃ見てるでしょ。そうなんでこんな見るの。全員の見て、酒飲みながら楽しい、あの、笑い好きやねん。いや、めちゃくちゃ好きやねん。なんか、あったかいな。ライブで2本目のネタがなかったっぽくて、うん、でその前にラジオを撮ったのよ、はい、二次さんのラジオのゲスト呼んでもらってやったら、その話トークがめっちゃハマって、2人に、はい、最高だーちょっと、おの最高だみたいになって、あいつみたいになったら、ちょっとネタにしていいって言われて、はい、で、はい、エピソードトークまんまネタにして、はいはいはい、で、え、ここの部分でもっと声張った方がいいとかそのなんつうの、むっちゃ熱い、その僕がその肝カツで起きた珍事件をそのままコントにすると、はい、だから、え、キモカツ日頃どんな感じ、そのあの、ありがとうございました、またお越しくださいませとか言うとか、はいはい、その言葉とかも、はい、めっちゃ聞いてきて、はい、で、まあ、あんなノリでやったらええやんと思ってるけど、え、それさ、その言うたらヤバいやつがボケやん、そのヤバいやつってさ、このワード言ったとか、え、そこむっちゃ寝るんやと思って、はい、で、もう野沢さんも川木さんもめっちゃ聞いてきて、あ、もっとこうです、もう、あ、いや、そうでしょ、もっとほんま見せときたら、あれっしゃー、この感じで言ってほしいですとか、めっちゃやって、ほんで、ほんまやって、よし、ゲーハクほど滑ったからな。いや、滑るんすよね。2人は、満面の笑みで、いいんだよ、つって。だって、面白いと思ったから、つって。ニジさんってちゃんと滑るからいいですよ。そう、滑るから滑るね。ほんとちゃんとに、ちゃんとゼロ笑いで聞かれますよ。そう、自分のファンも笑わないといけない。そうそうそう、あれがでもやっぱかっこいいですよ。そう、いや、いい、だから自分でもちゃんとやりたいことをやってる。そうやね、やりたいことやれてたら高まったらバーン。そう、家庭やから全ては。はい、へえ、あ、でもそういうのあったんです。めちゃくちゃだから嬉しかった。だから僕がネタ提供するっていう。で、ちなみに面白い、あ、二次さんにこんだけ受けた、あ、このじゃあ俺のエピソードは自信持っていいんやと思って、次のライブでそのエピソードトークで言ったらゼロ笑いでしょ。あれ、これ間違ってる全部と思って、全員感覚ずれてる。ひょっとしたらな、全員パンチのラインかっていうね。
ワンチャンやばいね。ちょっとお笑い好きすぎてわけわかんない。でもいいエピソードですね。いや、よかった。あれで、なんかもう、その、受ける、まあ、受けることが正しいんですけど、もう別に受けることが全てじゃないというか。うん、でも本当にだから、オナニーでいいんすよね。いや、時には。いや、絶対そう。で、それが、でもそれが受けたら、一番いい究極のオナニーやから。はい。これできたら最高。そうですね。でも僕、めちゃくちゃ今、気が楽になりました。その、ズンポイさんでも一番最初東京来た時は面食らったの。面食らいまくりやで。なんでですか。大阪でも変な人いっぱいいるんですか。大阪の変な人ってほんまの変やからどうしようもないね。もうだから解決できへんの。もう未解決事件やねん。もうあえてせえねん、そんなもん最初から。ウィキペディアに乗らんからな。ウィキペディアに乗らない。もう闇に葬られるんだ。だから僕はだからやっぱもう究極の恩人である三浦マイルさん、はい、マイルさんがその僕らを軍団に入れてくれ て、はい、っていうのが中枢メンバーじゃないですか。そう、いつも絶対に。だからやっぱ、まあ、マイルさんと出会えたのが一番良かった。だからなんか全ての人生で言えることはやっぱりあの人とのつながりやな。これもお笑い関係ないけどやっぱ、はい、人生ってやっぱ人と どんな人と出会ったかやな、はい、オール犯罪者やったらだってもう絶対犯罪者の道しかない、ね、はい。だからやっぱそこが良かったな。そのでまたその人たちが自分たちが面白いと思う俺やってる人たちやったっていうのが一番でかいな。出会えてもうじゃあそれでやる。でその SMA でもよく知り合いの人たちがやっぱ自分たちが好きなお笑いやってる人だよね。どうなったと仲いいんですか。僕あんまやっぱ話したことない。いや、テレビさんってなんかまあ太郎が結構その人付き合いはあるけど、どうですか、ね。僕はでもシンプルにやっぱ面白いと思ってるというか、まずそのよく知り合い作家の木村さん。木村さんすごい、僕もめっちゃ幸せ。木村さんなんか大恩人やから。あ、大恩人。大恩人。僕も木村さんめっちゃ助けてもらって。だってあの人が僕らに漫才しようとしたからね。ああ、そうかそうか。だってコントやってる時に B 中漫才が旗揚げして、僕ら招待されて、はい、ズンポイは漫才もしようと、はい。もうあれがもう完全にそのきっかけというか、うん、漫才やるよ。病院になったしね、はい、でそこでから繋がった今センターマイクと私たちっていうあのユニットライブ、まあ男子ヒロさんなんかもう大恩人ですよ。僕らがその SMA に入るまでに、そうやで、そうなんですよ。これ SMA ずっとあったんですか。スッと入れたのがダンシングさん、まあ大阪じゃお世話になったのもあるけど、うん、ダンシングさんがあのツンブンポイポイっていうやつらがもうすぐソニー入ってきます、はい、おもろいんで皆さんよろしくお願いしますっていうのを言っててくれたから、最初のその事務所ライブのフリートークの時に、あ、お前らかって言われて、いろんな人が、ダンシングから聞いてるよって言う。だから、もうほんまにダンシングさんにはもう足向けて眠れないよ、ほんまに。まあ知らなかったですけど、そんな繋がりするんだよ。だから、人間関係ってやっぱエグいな、うん、だからで、そこでソニーに来て面白いと思う芸者がいっぱい、ダーリンズさんなんか俺めちゃくちゃ好きやし、うん、ロビンフッドさん、うん、松倉さん、いやもうこんなん言い出したらもう何言ってんねんと思われるかもしれんけど、うん、俺やっぱ全ての芸人がやっぱ尊敬すんねんな。気持ち悪いんだ。そうやろ。でも俺これマジ言えること、まあこれやったら嘘すぎるからあれやけど、一番に言えるのはピン芸人は全員俺はもう尊敬。なんでだってピンネタなんて俺やったことあるけど、絶対あんなもんできへんから、はい、だからネタ見たことないし喋ったこともないけど、はい、カテナリキっていうのはすごい。いやいや、なんでやったことない。めっちゃ仲いいっすよ。喋ったことないけどカテナリキはすごい。カテナリキ僕めっちゃ好きで、めちゃくちゃあのよく話します。でも多分すごいでしょ。いや、めちゃくちゃ面白いでしょ。やっぱカテナリキ絶対すごい。いや、僕正直めちゃくちゃ面白いと思う。ヒートでもうなんか超センスあるおぎり力、もう名前とかで思った。カデナリキはもう多分すごいやつだ。はい。急に出さないでますけど。ごめんな。でも絶対すごいと思う。千川さんしかわかんない。カデナリキ。でも多分やけど売れる人でしょ。いやでも俺僕もそう思います。いや最初からコンセプトあってずっと筋トレの。年結構いってる？いや僕20代ですよ。まあ、若いやん。見た目は結構ねインストラクターみたいな。宮崎善太ね。宮崎善太。善太さん。あれはすごい。あれ天才怪物、しかも努力もするし、そう、うん、みんなから嫌われ役を選ぶけど
あいつはすごい。めちゃくちゃいい人です。あいつは自分の見せ方知ってる。うん、めちゃくちゃいい人。あ、じゃあそうなんですね。うん、じゃあそれでじゃあダンチですね。だってそう大阪吉本ホール。そうそうそう。だからソニー来てほんまに良かった。ほんまにだからなんかスッと入れたというか。え、今っていうかどういう感じなんですか。なんか自分なんかちょっと真面目な。いや真面目なしようよ。その課題とか、こうすればよかったとか、こうしたかが売れたのになとか。そういうこと。逆にですね。でもこれはやりなくねえんだよ。金属さんとかでやめたわけじゃないですか。もうテレビ用の、M1 用のにちょっとコンプライハンでやめよう。まあでもあの人らは多分ずっと間違ってないことしてはる人やね。はいはい、だからあのあれじゃ大器晩成型というか、はい、あのまあ遅咲きっすよね。うん、いやあの人らは絶対だから僕らも多分遅咲きやね。僕ら多分金属さん見てるし、うん、見て結構学んでるから、どういう売れ方をしたいなみたいな感じ。戦略ねって戦略ねってないのかもしれない。今僕らがどういうなんかあもうなんかこういう風に行きたいの。結構リアルな話。はい。え、これいいっすか。いいよ。はい。真面目な話。どう行きたい。むちゃくちゃ、まあ、じゃあ理想まず言うわ。はい。一番いいのは今。結構ライブ呼んでいただいてるっていうのもあって、そうですよね、ケープロも呼ばれてるし、そう正規ライブとか、また次出んねんで、知ってますよ、僕も見てますよ。しかも1回目決まる前に、その今月分決まる前にもう次決まってるっていう。おおされてる。だって誰アメトークでも写真出てるし、あれは意味わからんすぎだけどな。いやいや、今後押すから出したの、うん、そうだから一番は、いやほんまに一番、多分これ全ての芸人が思うと思うけど、やっぱネタで売れたい、はいはい、ネタから入りたい、はい、キャラじゃなくて、はい、っていうのがまず一番の理想はそう、はいはい、で、もう一個は僕らその YouTube やってるけど、やっぱ YouTube やっぱ時代やねん、はい、いやそうですよね、テレビじゃないねんな。そうですよね、 YouTube で本当はバイトやらなくていいっすよ。やりたくないねん、やりたくないっすよ、誰もやりたくないっすよ。バイトどのくらい働いてるの。いや毎日、いや今日も6時間やってます昼行ける。いや毎日平日6時間7時間毎日やってます。え、それ何のバイト。塾校ですけど。まあまあ時給ええやつやねいやでもそりゃだってお笑いやりたいですよ。笑いっていうかそのこういうことをやってお金もらいたいです。そうやな。いやだからそう、やめるためにはだから YouTube と YouTube で好きなことなんですね。そう、うん、もうだからほんまいち早くバイトやめたい。だって絶対これ全ての芸人に言えることやと思うけど、バイトやめたらみんな8倍は面白くなるで。いや絶対そうっすよ。だって真面目に生きなくていいんだ。そう、だ単純にふざけて24時間入れるって絶対足かせなくなった芸人なんかもう飛び跳ねるからな。そうっすよ、ね、バイト辞めって絶対その真人間になる時間を取らない。いやそうやね、そんなんいらない時間が、ね、気が変えがいるからな。気が狂っていたいんだよね。ずっと24時間気が狂った人間でいたい。だからさ、ちょっと総理大臣ちょっと全ての芸人に月20万支給してくれよ、あやれるから、僕たちは。僕らあの社会からいなくなっても誰も困らない。あれ傭兵みたいなもんあの傭兵よりもきっちりね人べらしできないんだ相手。一番いらないうんちじゃないですかうんち金魚のうんです最悪じゃないあの僕らが笑わせられなかったお客さん、あの TV スターが笑わせます。クソやろ生のお笑いも面白いぞ本当に面白いから。いやいや絶対見れないものがあるから。え、でもなんかそのネタとか的に言うと、まあ、多分例えば 100% ちょっと今は分かんないですけど、うん、半年くらいの新年出させていただいた、うん、昔だと多分この 1、2割は多分これ多分テレビの方ですね、なんかサークルです。まあ、コンテスト向けでも、ね、どうされていく予定なんですか。僕らが、はい、あと M1 も多分あと2回くらいです。あと2回ね、今年より2回で。でもなんか分からん、どうする予定なんですか。いやそのめっちゃ切羽詰まってた状態で M1 始めて、あと3回しか出れないっつって去年始めた。でもなんかザ・セカンドとかいう最高の、あそうですね、あそうかイベントが始まったから、はい、
まただらだらやっていいのかなとか思いながら、でも漫画中心でやりたいから違う、そんなことはない、コント、ね、あのね、久々にね、この間コントやったの、あ、もうコントは月1本新ネタ下ろしてんねんけど、すごい、この間あの、知ってる西野京ってわかる？わかりますよ、西野京、テンパランス、タケラ、タケラ呼ばれて、うん、で、あのゲスト出てくださいっつって、あ、OK、出るわっつって、もう一個いいですかっつって、コントやってくださいって言われて、はい、あ、なんか西野京がコントしてる、はい、西野京がコントしてほしいって言ってるんで、つって、で、あの、まあで、まあ、放送できへんネタして、うん、もうそのキャラに入り込む、はい、ってやった時に、やっぱりなんかちょっとコントおもろいなと思って、だから、忘れられへんな、コントは。だから、もちろん、キングオブコントもあるじゃないですか、近々。だから、それに向けて、まあ、一応ネタもちょいちょい作ってるけど、使えるかわからないネタばっかりだから、ちょっとここ照準合わせて、やっていきたいなっていうのはあるけどね。でも、僕、コントやってる姿しか見たことなかったんで、今まで、そのファンだった時で、なんか、どうなんでしょうね、なんかその、今あと2回って考えてたら、終わった後、コントで、いや、分かる分かる。全然ありっていうか、めちゃくちゃ、普通に受けてるし、面白いでもね、すごいし。漫才やってる時は漫才ってやっぱめっちゃおもろいねんな、はい、やってて分かると思うねんけど、うん、アドリブとか結構やるやん、はい、なんかそれアドリブができるっていうのがやっぱ漫才、あ、でもいいとこですよね、僕漫才しかやらないんで、ね、本当にそうだな、めちゃくちゃ漫才ってやっぱ面白くて、なんかトークの延長線上でいけるというか、あ、そうなんですよね、なんかコントってやっぱ設定が、設定が自分じゃないものに、本当に自分じゃないものにならない、そのキャラに入らなあかんでは、はい、だからまあ僕らのコントがそもそもあのアドリブいけるっていう謎のコントやねんけどそう、でもコントも久々にこの間その やらせてもらったけど、いや面白かったっていう、なんかね面白かったのよね、だから、へえ、でも二刀流ってむずいよな、まあでもそうですよね、だってできる人ってできるやん、仕上げなきゃいけないから、でそうです、ね、だからそう、ロングコートダディとかさ、日本社長とかさ、やっぱあいつらの脳がすごいね、はいはいはい、だからまあそういうことビスケットブラザーズもそうやけど、だから服はだから調整できてんねん、でもそれ多分僕らできへんのよね、いやでもどっちもおもろいね、面白いですか、おもろい、めっちゃめっちゃ面白い、仕掛けてますね、こっちだと思う、そうだから、で、ちょっと漫画に集中しようかと思ったらさ、なんかまたダーリンさんがさ、ゲハグラおもろいコントするからさ、うわまたコント面白いなってそうなるのよ、まあだからでもあと 2回しか出られんから、 M−1 ちょっと精一杯頑張って、でもあと2年で、まあでもこれにキリがつきますもんね、行ったらもう変な話だけど、はい、もうそのコントに、そうそうそう、でもコントで売れようって、めちゃくちゃいっぱいネタあるし、コントで売れるむずいっていう話言いますよね、あれなんでか分かる、なんですか、コントやからね、人間だから、あのみんながその、まあ、もちろんその業界関係者の方もそうやけど、コントやってるなで見るからこれ素じゃないと、だからいざテレビ出した時、裏ちょっと本質の部分が出た時、平場と違うと、そう、とんでもないことされる可能性があるとって考えた時に、漫才ってやっぱ素だから、そうなんですよ、そうそうそう、で漫才も漫才コントだったらしゃべくりだったらなおいい、そう、めちゃくちゃいい、しゃべくりで売れたらもうそのまんま平場だから、平場がしゃべくりだから、そうだからそれは本当ありますよね、だからキングオブコントが ルートで言ったらやっぱり漫才の方が確実、売りやすいですよね、今って別に M1 じゃなくてチャップリンとかネタバレとかああいうのもあるから、そう、別に東京クールさんみたいにそのなんかね、システム見つかってあれやったら素が生きる感じだから、東京クールさんなんかあんなさ、なんかさちょっとコントに近いような漫才やん、はいはい、違うもん、平場化け物やからな、あ、そうなんですか、自分人で見たことない、あれ怪物やで、ほんま、そうなんそう、振りとかおもろすぎるからな、そうなん、だから、まあ、でもしゃべくりできへんねやろなと思うけどでも魔人さんもそれ言ってました、いやもう東京クールさんなんかお前も空気読んでなんか言葉しか変えたりするけど、東京クールさん半端ねえよっていう、なんかもうレベルが違うぐらいで空気読むよみたいなのを言われたことあるんですよ、魔人さんに、まあ、もう勝てないよマジで、金の卵で出た時に東京クールさんみたいな、あれはもう怪物すぎるねほんまに、なんで売れてへんか、いやそのレベルが違うよ、いやもう年齢って言われたらもう、あ、そうなんですねで終わるしかないもん、
めちゃくちゃ面白いですね。死ぬほど面白い。そうなんです。ニート行くと変わるんですね。多分でもニートが正しい保証はない。だってみんなおっさんやから。世間は若者求めてるから。ただ僕も35歳です。おっさんやね。見た目が若いから。はい、あのまだその見た目で言ってくれよ。頼むよ。チェクトさんに相談したら言われたんですよ。うん、あの僕一個目が辻本さんです。辻本さん一個目です。バカデカおっさん。バカデカおっさん。バカデカおっさんが。マジか。うん、僕年で言うと本当に角野さんと変わんない。なんでこんな可愛らしいねん。俺よう分かれへんわ。だから引きこもってたから年取らなかった。その間だけ冬眠状態。これ引きこもってる、なんかその引きこもったら年取らへんみたいな論文出せよ。、はい、これまずこれで一回その日に当たってた博士号を取ってから一回。そっからちょっと一回言ってもらっていいですか。行きますね。6年ぐらい人と話さなかった。すごいこんな若さが俺の。若いですか。いやむちゃくちゃ若い。子供やん。子供です。あ、でも本当に心も子供なんです。あ、それ言い出したらちょっとあれか。なんですか。結局精神面が子供やったら年取らへんのパターンも出てくるもんな。そうですね、聞いたもんね。うわ、これほんまの論文やな。聞いてくれますな。これちゃんとやったらすごいことになると思うね。なってほしいですね。いや、若々しくやっぱあるのが一番いいから。そうですね。うん、うん、時間大丈夫ですか。そろそろライブがあります。19時半。ライブ何時なの。大山行きの。いや、もう始まってます。後ろの方でます。8時ちょっとに行けば。大山下ネタ限定ライブって、大学生が2人。大山俺何回か行ったことあるけど。自転車30分ぐらいです。あ、そっか、なんかチャリがあったの。チャリで行くの。電車より多分そっちの方がいいか。はい。いや、もう行こうか。じゃあ行きます。え、ちょっと本当に楽しかった。本当にありがとうございます。あの、またどう読んでも大丈夫。ライブえ、ぜひ。ほんま。はい、読むわ。22時枠とか大丈夫。いや、めちゃくちゃ出たいです。ほんま。その場合、だから朝までみんな飲むで。え、それやりたい。途中で帰ってもらって。あ、全然チャリなんで。そう、家近いから。そう、普通に小野さんと普通に僕近いじゃないですか。そうやな、マジで近い。普段飲みたいですね。いや、もう俺ゆべしむっちゃ飲むって聞いてるからさ。そう、シュランってね。そう、はい、あのシュラン問題、元マカロンの船久保くんが言ってたからな。船久保くんはもう一回飲んでもうずっとおめでとうございます。事務所ライブのトークで言ったあいつはヤバすぎるって。俺それ聞いてからビビってたから、俺は今日呼ばれたと思って。この化け物が呼んできたと思って。まあでも家近いんやったら全然来てほしい。その時はもう、まあその時はじゃあ俺朝ま、もう朝まで開けるから、死ぬほど飲むか。いや、でもちゃんと終電で帰るぐらい飲みにしました。そうか。僕、覚えてないですよ。僕、覚えないタイプ。そうか、忘れる。はい、うん、なんで、あと僕ん家で飲むとかでもいいですよ。ただ、金もかかんないし、1000円、2000円で。俺ん家でも全然いい。あ、本当ですか、うん、え、マジ行っていいですか。だって、自転車10分ぐらいか。うちの方が楽じゃない。なんか分からんけど、その方がなんか分からん。いや、そのなんか分からんけど楽です。え、ほんと言っていいっすか。酒、俺一人で飲まへんねん。はい、一人飲まへんねんってお酒とかもらうから。はい、お酒はむっちゃある。あ、え、ほんとに飲み行っていいっすか。いいよ。僕、正直今日小野さん初めてこんな話してるんですか。めちゃくちゃ好きになりました。いや、なんか僕の好きな感じの人のなんかちょっと影があって、なんかいいでしょ。なんかオンオフがなんか舞台上ではなんか気が狂った感じでやるけど、なんか普段はおとなしいというか、なんかちょっと中二病ですよ。そう、中二病。でも僕もミスター中二病なんで、もう中学校に泊まってるんですよ、人付き合いとかも。だからなんかすぐ落ち込むし、もうめちゃくちゃなんかみんなによく言われるんですよ、ライブで。よくあんなことできんねんみたいな。なんかめっちゃメンタル強くなってるんですけど、他の人よりめっちゃメンタル弱いんですよ。人一倍メンタル弱くて、え、マジでみたいな。なんか気にしいだし。いいよね、一緒一緒。すぐ嫌、あ、もう嫌われた、自分のせいで嫌われた。なんか人のせいっていうか、自分のせいで嫌われた。あ、なんか、あ、やっぱこういうタイプだから嫌われるか。そりゃあ、そうだよね、もうそりゃそうだわ。俺は嫌われてた。一緒じゃねえかよ。いや、だからめちゃくちゃ、家近いからいいっすか、マジで。来ていい。本当ですか。うん、じゃ全部生配信しますよ。いいよ。いいよじゃないっすよ。いいよ。俺今日俺そんなんもう気にせえから。
スペースあのだいぶ寄ってるっていうのもあるけど、ね、よう分からん状態になってるっていうのはね、あの酔った時にめっちゃ喋って、酔い明けた次の日にめちゃくちゃあの礼儀正しくなるって思うんですよ。そういうタイプ。バカ野郎。あ、そうだよ。僕もなんですよ。僕次の日にめっちゃあれとか謙譲語とか使う。謙譲語。今日使ってたじゃないですか。LINE であのさせていただいてもよろしいですか。一瞬だから読み解くのに時間かかったから。どういう意味やとか思って。謙譲語を使いすぎて3行ぐらいにいいですかでいいのに、させていただいてもよろしいでしょうか、差し支えなければみたいな、3行4行ぐらいになっていや僕めっちゃ気にしちゃうんですよね。分かる分かる。え、本当ですか、うん、あ、じゃあちょっとありがたい。じゃあちょっと差してくれるんだ。でもまあ差してる同士ってなんか変なせめぎ合いありそうだこれさ、なんか知ってるからさ、もうそこはさ、はい、砕けていこうやの感じが多分正しいやん、はいはい、でも多分知ってるもん同士すぎるからこもうさらに攻めに合う僕さ、いい気が利かない三味塾のあの気が利かないガンガン言うツッコミのやついるんで3人で言ってそいつ誰や鶴田さん誰あの三つ編みっていうコンビ、あ、ネタバレとかちょこちょこ出てたんですよ。一昨日それこそそのこれやったんですよ、 YouTube。 全く知らんけど、まあ一回やってみるか。やってみましょう。やってみよう。俺は多分大丈夫や。はい。だからめっちゃ突っ込んでいい感じなんで、多分僕らがこんな感じだったら、そういう人はもう俺怒らないってもいいからめっちゃ突っ込む人。いきなりうち呼ぶわ。じゃあうちの方が安いからな。いいっすか。いや、うちのみにしましょうよ。だからいっぱいあるし。はい。で僕らはお菓子と思う。あ、だから三つ編みさんは三つ編みのその元みたいな。今なんじゃあ3人でじゃあそれ、ま、回していいですか。いいよ、ま、えいいっすか。もう今日約束したから本当にします。多分日程は決めような。あ、日程はちゃんと急に家来てさ回すぞとか言ったらそのまま YouTuber やから。煉獄コロアキじゃないですか。迷惑系 YouTuber 好きやで。煉獄コロアキ。煉獄コロアキです。いや本当にいいっすか。いや嬉しい。いいよ。めちゃくちゃ憧れの先輩とそんな家に行っていいなんて。ただうちで飲むってなったら俺らもむちゃくちゃするから、もう最後みんなの身ぐるみ入るもん。まあ全員助走さしてよ。いやいやいや、こんな痩せ型で痩せ型あの鶴田社長柔道部だから、それこそ部長だから、こんなんすよ、ガタイこんなんで、なんお前とか言ってますから。白帯の美学見せるから俺はかっこいい不物ですね。じゃあえ、いいっすか本当に。いいよ。それが日程決めてやろな。あ、それこそ、うん、え、いいんすか。いいよ、全然知らん人に行くの OK。 全然なもん、はい、だって言ってないけど僕の部屋の隣に住んでるのがあの謎の女性で、多分あのおそらく劇団員で、夜中1時にあの爆音であの歌いだすの一番端の部屋のバイオリニストなんで、あの夜中にあのバイオリン弾くっていう問題なし問題なしだよ。じゃあその人たちも最後入れてみんなで飲みましょう。それ最高やな。俺ちょっといろいろ話聞いてみたいもん。なんで歌うんですかって。好きなんですよね、うん、劇団員って分かってる時点で面白い。死ぬほど歌ってるから。本当にか。ちょっと今度お願いします。ちょっと都合がなかったらちょっと一対一になろうかと。ちょっと一対一でも全然いい。僕聞きたいこといっぱいありますよ、まだ、そのお笑いなのか。本当はちょっとね、いきさつを聞いちゃったからね、うん、あの生い立ちを、あの、ね、本当はお笑い始めてからの、うん、とか、あと僕なんか僕に対して思ったことがね、はい、ああ本当は聞きたかったんですよ。そうやな、あのこうした方がいいんじゃないとか、なんかそっち系か。本当はガチダメだしというか俺が苦手なやつやないか。ほんまにそんなそれも生き生きやるのが一番いいから。そうなんですけど、いやダメだしっていうか、なんかこうした方が俺は好きだよ、まあ、プラスになるやね、はい、うん、ちなみに宮田さんは2年前に出会った時に、あの初めてお会いした時に、もう俺は手に負えないから好きなやつ正解や、それがなんか宮田さんが言うと正解や。本来こうやるけど、君の場合はもう分かんないから、俺はもう君にはアドバイスしたマジで多分ちゃんと見てくれてるな。そうなんです。あの人むちゃくちゃもうお笑い吉やから、お笑い吉やから、はい、あの多分合ってるで、だから肩にハマんなと。宮田さんには初めて会ったから、なんかもう何回も聞いてるんですよ、うん、どうすれば、うん、あ、勝手に漫才で毎月一緒になって、勝手に漫才グランプリか、勝手に漫才、あの言わぬし、うん、とか、まあちょこちょこ他の旦那もか、うん、いつもアドバイスくれないですよ。くれない、くれない、くれないっていうか、その
普通はこうするけど、そうかそうか、君らとか肩にはまってだから いいことじゃないの、肩にはまってないっていうのがあったら新しい形だから、それよく言うじゃないですか、肩にはまってないから好きにやればいいよみたいな、もう結局その、まあ、受けてないから、だからもうこんな言ってまうとあれやけど、だからもう測られへんねんな、だから普通のお笑い見てる人たちって知らんのが出てきた時にってなる、で作家さんもそう、うわ知らんやつ出てきた、でも今まで見てきたやつだけでダメ出してなあかんってなるから肩にはめようとすんねん、肩にはまったら終わりやから、そうなんだ、そんなもんだってずっと同じ歴史が繰り返されるだけやから、ランジャさんがそうやん、あれ肩ぶつぶした人やん、あれで M1 ファイナリストになるから、いやあんた誰も思ってないよ、絶対思ってない、ああそうか、だから木村さんはあんま否定してないんですか、あの人だから肩嫌いやから、はい、木村さんはあんま否定してこないんですけど、何も内容ないよって言ったんです内容ないよって言ったんです、タレントなんだからみたいな、いやでも合ってるかもしれん、なんかその肩にはまったらダメな人絶対おるし、みんながやってることやってもしゃあない人って絶対おるから、でそこら辺もちょっとね、本当はこの話をね教えていただきたい、タイムオーバー、タイムオーバー、次回、次回いいっすか、本当に来て来て、嬉しい、僕大丈夫でしょ、今日失礼とか全然だ、そんな失礼とか俺思ったことないから、今まで人生で、人生だ唯一だから失礼やと思ったのはやっぱそのね、あの予備校行った時に絶対無理ですって言われたのが一番失礼確かにトップレベルじゃ無理です、ね、今、ね、もしもしそれ言わなかったら医者になったかもしれない、なってるよ俺、こんな取り気で、こんな年収低い、俺は当の昔、聴診器やで当の昔に聴診器やで、そうですよね、こうやってて、これで2万、3万、1回こう心臓音で、心臓が動いているだけで俺3万稼いだもんね、でもさ、ライブ出て、ゲレあの K-POP のライブ出てギャラ1000円稼いそうやで、ふざけやがって、ね、ありがとうございます、まあ、私ライブ間に合いません必死に大山まで行きますこれ頑張ります必死でも絶対無理ちょっと頑張る大山までの俺距離知ってるからいやもうちょっと頑張ります遅刻すんなよ遅刻はしようか大丈夫ですか俺は大丈夫全然わかりましたじゃあいいですかじゃあちょ近いうちに5月にじゃあ1回やりましょうオッケー。5月？5月いいっすか。6、あ、5月6、まあ、5月6月、まあ、もう一回ちょっと一回調整しようちょっと最速、やがってるちょっと待て待て5月30日ある待て俺は30日あるの待て、許しを待て俺は血のつながりのない老人たちのために朝ごはん作ってんねんそんなんもあるからいやじゃあ分かりました最速5月あ、じゃあ朝までコースやん、ねいや、やるなら朝までコースしかないあの、メモリないんすよ、僕もメモリがないでもやるならば朝までコースで、じゃあ配信してそれをそのまま放送やるよいや、もう絶対二人とも、もし万が一メディア出ないときに問題発言もいいから大丈夫されますやるならば朝までやから今日もちょこちょこありましたよ、ね、あ、これ切った方がいいなと思うこと言ったけどもうちょっともう言っちゃったなっていうのありましたでもやるなら朝までコースやあ、いいっすよ、うん、それでいきましょうやろう、うん、OK 調整しますありがとうございますじゃあちょっと一応5月で調整できた OK 調整しますお願いしますはいありがとうございましたありがとうございました